ここの引き出しは開けてなかったね。嘘でしょ。 CD か。この CD 作ったの12の時だよ。海賊パワー。あ、12の時に作った CD をまだ撮ってくれてるってことか。なんか写真飾ってるな。うわ。でもさ、モルヒネってさ、あれよね。まあ、痛み止めに使う。どうしたもんか。大丈夫、お父様。ビクトリアからメール。クロエに大きな HD テレビをあげて、自分たちはこんな古いのを使ってる。ねえ、もう。ごめん、すいません。ごめんなさい。どうすればいいんだってずっと言ってる。そんな、基本だけでこんなに。$8,587。何円なんだろう。よかった。ついにパリに行けたんだね。なんだこの選択肢は。お父さんと話すときに何か出るのかな。何のための保険だかって言ってるな。車の鍵一つで運命が変わるなんて。そうだよね。車の鍵をさ、お父さんはここにいるんだよ。車の鍵一つで。でもクロエが、ああ、どうしたら、どうなるんだ、これは。クジラは竜巻の前触れ。それに、プレスコット財団？やだな。プレスコット財団。はあ。レイチェルはここでも失踪中。全部は変えられないんだ。行方不明になってから6ヶ月以上経過。そうか。クーポン。おばさんのクーポンがいっぱい。前は貯金箱だったけど、そんな余裕ないか。余裕ないか。パリには行けたんだよね、でも。なんか、うすら笑いをしているお父様が。ガレージセールなんて前は絶対やらなかった。ああ。個人で、自分家で勝手にやるのか。借金がこんなに、娘の世話をしてるだけなのに、ひどい。おう。1ヶ月の延滞。あー、もう口座が閉鎖されてるな。え、クレジットカードか。やばいね、これは。あ、リハビリセンター。え、リハビリ費用が保険対象外か。は、$1,250で再度受け入れ可能。これはもう無理って言ってるような金額なんだろうな、きっと。こんな金額どうやって用意すりゃいいんだか。ああ、お金の工面に神。医療費のために家までなくすかもしれない。そんなのないよ。ローンか。家のローンか、これが。$12,000。一番高いな、今までで。はいはいはい。え、2009年からご連絡をいただいてない。やばいね。自宅差し押さえだって。うわぁ、ちょっと。
話すしかできないね。話す。おじさん、今お話ししてもいい？ダメダメ、請求書の整理中だからなんてね。ダメなんてないよ。優しい。びっくりしたよ。ちょっとおじさん全然変わってない。なんか嘘みたい。そりゃ別人になってたらえらいことだ。マックスは大人っぽくなったね。でどうしたの？だってマックスはさ、クロエのお父さんが死んじゃった世界線で何年か生活しとったわけやけんね。次っていう選択肢、ああ、パリ旅行のことも聞けるんやね。どうしよっかな。クロエのことまず聞くか。うまく言葉が見つからないけど、クロエがこんなことになるなんて。ほんの数分の出来事が運命を変えてしまった。でも命は助かったし、クロエは命ね。そう、おじさんがいてよかった。おじさんがいなかった世界線もあるんだよ。でもおじさんがいてくれて、クロエのお父さんがいてくれてよかった。ジョイスも頑張ってくれてるしね。もし僕がいなかったら、クロエはどうなってしまうか考えるだけで怖いよ。おじさん、この先何があっても私はずっとクロエのそばを離れません。絶対に。ああ、分かってると思う。どうなんだろう。おじさんがいなかったら再婚してクロエはパンク少女になって、どっちがいいんだ。またおじさんとおばさんに会えて、なんかすごく懐かしいです。そりゃノスタルジーってやつだね。クロエも喜んでるよ。もちろんジョイスもね。この街もまだ捨てたもんじゃないな、多分。あれ、ちょっと話題が変わっちゃったな。異常気象にするか。異常気象に動物が死んだり、何が起こってるんでしょう。僕にはさっぱりだ。ノストラダムスの予言が現実になったのかな。僕はクロエとジョイスが幸せでいてくれればそれでいいよ。そうだよね。レイチェル・アンバーって子が行方不明だって新聞で。あの子もブラックウェルの生徒だったね。かわいそうに。ご家族は悲しんでるだろう。もしクロエがいなくなったりしたら、考えるのも恐ろしい。この町といえばプレスコット家ですけど、おじさんはどう思います？最低の連中。以上。よくご存知なんですか？正直関わりたくないが、ジョイスがパンエステートで働いてるからね。パンエステート？パンエステート？ツーホエルズダイナーじゃないのか。パリ旅行行けたんですね。ウィ、マドマーゼル。ウィ。フランス語はそれしか知らないけどね。あ、お茶目。クロエは大喜びだったよ。ああ、そうなんだ。目浮かぶよ。家族で海外旅行なんて、おじさんたち最高ですよ。クロエは留学したいとまで言ってね。もう叶わないことだが。あ、この世は非常だよ。そうか。ああ、じゃあまだ事故が起こる前に旅行に行ったってことか。クロエの部屋を見てびっくりしちゃった。ハイテク装置だらけで。あの部屋一つで豪邸が何軒も建つぞ。実は保険だけではなかなか厳しくてね。やっぱり医療費の負担はかなり大きいんですね。正直途方に暮れてるよ。家のローンもろくに払えない。でもまあなんとかなるさ。僕たち一家はプライスレスだからね。そろそろクロエのところに戻らなきゃ。え、その切り返しは。おじさんと話せて本当に良かったです。急に冷めるなよ。今生の別れみたいに言わないでくれよ。またいつでも邪魔しにおいで。今生の別れか。払っても払ってもキリがない。払っても払ってもキリがないか。くっ、これはもうマックスはさ、もう一回渾身の力を使って
おじさんが死んじゃう未来にしようとしてるのかな。どうする？しかもモルヒネの注射器はさ、クロエが取れないように2階に置いてあるって言ってたから、多分ご両親的にはあんまり使わせたくないんじゃないかな。で、モルヒネってあれだよね。あれですよね。いわゆるあれよね。暗い暗い。ハーブの薬も使ってるんだ。ハーブの薬も使ってるんだ。どういうこと？何にもない。前さ、クロエンチに行った時はなんか抗うつ剤の薬が入っとったよね。バスルームは変わってない。薬がずっと増えてるけど。増えてるね。あった。クロエにモルヒネを持っていくことになるなんて。使っちゃっていいの？マックス元気？変だな。前より老けたみたい。老けてるよ。電気消して。入れる部屋はあるかな？元クロエの部屋に入れそうだ。謎だらけの街、アルカディアベイ。竜巻が来るのが4日後っていう新聞を見てから、今この今日は何日なんだろうな。前と変わってないのはこの景色だけみたい。景色以外が全部変わっちゃったね。ちょっと日記を見てみるか。待て待て、日記が1ページになってる。あれ？日記が1ページになってるのか。待って待って待って。なんかブラックウェル最高とか書いてるな。え？待って。9月21日。私の誕生日、ビクトリアと姉さんのおかげで、ちょっとだけおしゃれになって、2人からサプライズ。同一人物なのか？忙しすぎて日記も久しぶりだって。クロエにも連絡しないとな。ひどい！でもボルテックスクラブが最優先？待って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 、どうしたんだマックス。人物相関図も自分一人しかないな。なんかどういう、ほらこの過去がなくなってるんだよ。ウォーレンがピースしてくれた過去も、あ、一枚も取れてないな。あ、そうだ、ビクトリアからメール来てたんだった。いろんな人から来てる。ちょっと一個ずつ見ていくか。何何？マックスがあんな人たちとつるむなんてがっかりだよ。アリッサ、私にトイレットペーパー投げたでしょ。マックス濡れたわけじゃない。もうやめてよね。体何が起きたんだ。あんな人たちとつるむなんてってことは、つるんでなかった時間もあったんかな。あ、クロエからもメール来てんの。何何？あ、8月か。待って、今って、お、間違えた、ま、やめてやめて、間違えちゃった間違えちゃった。ちょ、待って待って待って。な、何何？なんか今おかしかったよ。ぶっ壊れちゃった。
香りしか日記がないんだ。わあ、母親、母からも。マックスが不良になってる。請求書のことで話があるの。メール見てる？忙しいならどうしてそんなにお金扱ってるの？うわぁ。あー、パパから誕生日おめでとうメールも来てるね。返してないね。おそらく以前のマックスだったら返信してそうだけどな。姉さんからもメールが、ビクトリアのメールから見るか。お！あ、いろいろやりとりしてるね。待って待って、宿題だって手伝ってあげるって言ったのに全然手伝わせてくれない。ちょっと関係性がおかしいな。ただ時間さ戻してクロエのお父さんを救っただけでこんなに変わる？例の人からいいやつ手に入ったのだって、私のも取っといて。これは姉さんも心配してたわ。だって話したかったらいつでも連絡ちょうだい。大好きよ。話してくれるのいつでも待ってるからね。大好きだよ。だってちょっとビクトリア、もっと自分を持て。お前はもっと自分を持て。昔の前の、昔っていうかちょっと前のツンツンビクトリアのが好きやったぞ。私はテイラーともやりとりしてるな。あ、マックスママのところに一緒に行ってくれてありがとう。うわぁ、テイラーも泣いていいんだよ。だってわぁ、これはなんかあれか、テイラーにとってビクトリアの存在がマックスになってるって感じかな。この感じだと。あとは姉さんか。ヨーヨーマックス、今どこ？なんだよ、何やってんだ本当に。あ、待て待て、確か寝室にも入れたよね。お邪魔します。マックス、遊びに来てくれてありがとうね。いたんですね。ごめんなさい。幸せそう。こんな未来、想像してなかったよね。若彼氏、お二人？あれだね、お腹大きいね。もうクロエがいたんだな、お腹の中に。このクロエすごくかわいい。誰が撮ったんだろう。くおじさん頑張ってるな。昔と変わらない。頑張ってるなってどういうこと？人んちの引き出しを勝手に開けるな、住人がおるところで。そんな、クロエの状態がこんなに悪かったなんて。呼吸器官の状態は急速に悪化。あー、結構やばいみたいだね。本人とも自分の状態について話をしていく必要がある。マジか。どうしよう。一旦灰皿？ジョイサバさん、喫煙者だったの？私はタバコ吸う人が大嫌いだったのに。そうなの？やばい。もう真横におるのに。スーパーママだよ。開けるな、引き出しを。スーパーママ。家族をリードしよう。ドクタービルって何？
こういう本とかってこと？ジョイス、おはよう。子供の頃はお泊まりすると大騒ぎだったのにね。懐かしいな。またこの家に泊まれて嬉しい。いつでも歓迎よ。マックスが遊びに来てくれるなんて、あの事故以来初めてのことね。おお、ウィリアム、ジョイス、クレイ、ジョイス。おばさん、元気だった？なんとかやってるわ。そりゃ楽な暮らしだとは言わないけれど、この町ではそれはみんな同じことよ。うんうんうん。仕事は大変。でも、仕事とか大変でしょ？ウィリアムも私も、毎日朝から晩まで働き詰め。言うのも嫌だけど、パンエステートでパート勤めもしてるんだ。プレスコット家とも知り合いなの？ショーン・プレスコットはアルカディア・ベイを丸ごと買い占めるつもりなのさ。あんたも息子の姉さんには気をつけなさい。デイビッド・マドセン。ここでマドセンの話は必要ないよね。おばさん、ここ最近起きてる異常な現象の原因は何だと思う？さあ、この町がもうそっとしておいてくれって怒ってるんじゃないかね。正直、私はうちのことだけで精一杯だよ。そうだよね。そうだよね。ただ、鳥が死んだり、クジラが打ち上がったりしているのは気になるね。クロエのためにも少しは気にした方がいいのかもしれない。マドセンの話聞いて意味ある？デイビッド・マドセンって人知ってる？ダイナーのお客さんにそういう人いないかな。ずいぶん唐突だね。店に時々来るバスの運転手さんのこと？物静かでハンサムな人だけど、どうして？ああ、別に。ちょっと聞いてみただけ。好奇心旺盛なところは子供の頃から変わってないね。別に聞いたところで何も影響はなさそうだな。おじさんも元気そうでよかった。相変わらずおばさんと仲がいいね。あの人は本当によくやってくれてる。クロエも私も幸せ者ね。変わりないかな。おじさんは変わりない？そのいろいろあって大変だったでしょ？あの人は全然変わりないわ。本当に感謝してる。あの人なしじゃ生きていけないぐらい心から愛してるの。やだわ、恥ずかしい。おばさんは素敵だよ。どうなのかしらね。でもありがとね。もっと早く会いに来るべきだった。クロエに寂しい思いをさせちゃったな。そんな心配しなくても大丈夫よ。今こうして会いに来てくれたんだから。クロエが一人の時、おばさんたちが仕事の時、クロエはどうしてるの？看護師の人たちが交代で見てくれてるわ。あ、そうなんだ。クロエは相変わらずトラブルメーカーで困ったもんだよ。実はね、クロエの症状はあまり良くないんだ。呼吸器系がかなり弱っていてね。もうごめんなさいね。そんな、おばさんたちこんなに頑張ってるのに。どんな時も家族3人で過ごす一瞬一瞬が宝物よ。家族ってそういうものでしょ。何があったって一緒に乗り越えていくわ。そろそろクロエのとこに戻らなきゃ。おしゃべりできて楽しかった。私もよ。クロエもとても喜んでるわ。マックスもすっかり大人っぽくなっちゃって、見違えたわ。モルヒネ持っていかないと。もう侵入禁止の警告も貼ってない。そっかそっか、そうだよね。またクロエの部屋やもん。何もない。
手紙？プレスコット財団の援助は無理だろうね。ドロシーおばさん、誰だろう。歩行器、歩行器。クロエがまた歩けることを願って買ったの。そういうことか。すごいね。でももう倒れてるな、一本倒れてるな。もうトイズだって。おもちゃ、中に何が入ってるか見てみたい。見なくていいよ。あ、シューズだ。靴、ブーツでどかどか歩くのが好きだったっけ。靴、もうだって使わないからってことだよね。おじさんの兄弟のことはよく知らないな。ビル？あ、違う違う、ビルはおじさんか。事故以来連絡しなくてすまない。新しくオープンした駐車場管理の仕事をしていてとても忙しい。もっとたくさん金を送りたかったんだが。あー、なんかもうごめんなさい本当に。何これ、糸巻きテーブル。糸巻きテーブルって何？まだこの現実に戸惑ってる。みんなに苦しい思いをさせてる私のせいだ。そうだよね。そう捉えるか。クロエに決めてもらうこともできたけど、そんなの残酷すぎる。でもまた3人一緒になれたんだよね。私にはこれを壊す権利なんてないよ。え、そう思っちゃう？このゲームの真骨頂というか何なのか、これは結局何をしたいゲームなのか。この頃はいつも一緒だったのに。くっ、もうだって身長も測れないんだよ。クソ親父から隠れる必要はなさそうだね。その未来はないんだよ。青い蝶、きっと偶然だよね。青い蝶、写真撮ったもんね。撮った写真あげたもんね、クロエに。あと左下になんかアリみたいなのもいるな。あとなんかチュッパチャップスみたいなのが散りばめられている。あー、これってどうなんだ。結局さ、そのどっちの世界線を選ぶかみたいなのがあるんかな最後に。え、どうなんだろう。